はい、こんにちは、安です。竹です。今回は、合気道の源流の大東流合気術って、僕がやってた流派なんですけど、それのさらに源流で、合図の押し打ちっていうのがあるんですよね。簡単に言えば、立ってる相手に対して座ってる自分が対処する技術。座ってながら相手を倒すことですよね。っていう技術について解説したいと思います。で、実際僕が、やってた道場では結構非現実的な掴み方をさばく練習が多かったんですよね。例えばこうやって掴んでるのを投げるだとか、あとここをこう掴まれたのを対処するとか、そういうのが多かったんですよね。だって今のだったらこう来たらここを殴ればいいだけの話だから非現実的ですよね。だからそういうのが多かったんで、そういうのじゃなくて、相手が蹴りとか突きとか、タックルとかで来た時の、対処方法を解説したいと思います。まず一つ目は蹴りに対する押し打ちなんですけど、構えて、この蹴りを何とかしようとしたりとか、この蹴りを受けようとしたりとかすると、蹴りの方が絶対強いですから、腕とかより。ただこう、バトになるだけで、こっちが怪我しちゃいますね。だから蹴られるときはこの反対側のこっちの足をなんとかするって考えるのが基本ですね。蹴りを相手がするってことは片方の足でしか立ってないんで、相手はバランス的には不安定なんですよ。すごく一本で立ってるんで、だからそこを狙って倒すっていうのが基本的な考えになります。でやり方としてはこう足首こう使います。普通に親指こうやって掴む暇はないと思うんで、こっち側で親指こうやって使います。そしてここ、本当に相手を痛めつけるんだったら 逆関節のままバーンと折るんですけど、危ないのでこう外側にこう関節を開いて倒してあげるようにします。だから外側に向かって肘なり手なりでこういう風に押さえます。でそれで、でこのまま手で押そうとしても耐えられちゃうんですよね。グッてやったらこうやってやっても、でこの足も結構浮いたら逃げられちゃうんで、こっちはちゃんと固定して、反対側の手はこういう風なこの円っていうか、こういう軌道で倒すように体重を乗っけます。で、体重を乗っけるって言ったのがミソで、腕の力でやったらこの足の脚力には勝てないんです。だからこの手は ここで固定して、ここに体重を乗っける感じで、これで倒します。でこの後は筋的叩くなり、この顔面いくなり、好きにやればいいんですけど、こういう風に倒しますね。実際やったら分かると思うんですけど、意外と倒すのって難しいと思います。体でしっかり倒しに行かないと、脚力で逆らわれたらなかなか倒れないと思うんですけど、そこは練習しかないですね。こう蹴られた時に蹴りがこう来てから動いたら、膝とかバーンと当たっちゃってそのまま終わっちゃうと思うので、ちょっとでも足が浮いて片方の足になりかけた時にはもう進んでなきゃダメです。で、肘とかの場合特にそうですけど、顔面をこうガードしながら、これでもいいけど、こちらの蹴りをガードしながら進んでいきます。この手でガードしながら進んでいくと、このこっちの足で怪我しないで進むっていう感じですね。で、体重を乗っけるっていう感じです。で2つ目、タックルについてですね。タックルバーンってしてくるのに対して、この耐えようとしたら絶対こう吹っ飛ばされちゃうんで、バーンって。だから方向を変えてあげるっていうイメージです。ゆっくり来てる。こうまっすぐこう来たのを、こっち側にこう、どっちでもいいんですけど、相手が足前に出てる方の側に倒す方が倒れやすいです。でこっち足前に出るんだったら、こっちの方にこう方向を変えてあげる。斜めこっち側に。でこれを間に合わなかったら、吹っ飛ばされちゃうんで、本当に、0. 何秒単位 の勝負になるんですけど、相手がこの僕にぶつかっ自分にぶつかってくるちょっと前にこう方向を反らしてあげる。どこ掴むところはもうどこでもいいんで、とにかく方向を反らすってわけなんですね。その時体さばきも使って、体もちゃんと使って向き変えながら方向を反らしてあげると倒れますね。で最後パンチについたんですけど、これ胸ぐらがある場合に限るんですけど、実際首とかでもいいんだけど、首届かないと思うんですよね、実際は。だから胸ぐらで何でもいい、パンチとかしてきた時にこう
とにかくここを掴む。で、掴んだ時に体をこっちに引きつけるんですけど、引きつけ方がこれもこう腕でこうやって引きつけようとしたら絶対無理なんですよね。これはだから腕はこう固定して体重をここにこう乗っける感じで引きつけます。ぶら下がる感じですね。でこう引きつけて、で、あとはその反対側に、こっちの引っ張ってる側にこう重心がこう前に傾いてますから、こう肩ちょっとボンってやれば倒れるんでっていう感じでやります。とにかくだからこういかにこれを掴めるかっていうのがまあ勝負になりますね。で、あとはまあ力で引っ張らないっていうことで体重を乗っける。こうしかもこう乗っけた時にこう乗っけて1、2やるんじゃなくて、この乗っけたこの流れのまま行くんですね。したらこう一連の流れでできるんで、これは倒せると思います。これが立ち合いとまあ、イドリの戦いっていうか、そんな感じになりますね。まあ、イドリが有利ってことは基本的にないですね。やっぱりこの足運びができないんで、なかなか難しいところではあります。で、この中心の軸だとか、重心の低さだとかが、まあ、勝敗にすごく影響してくるかなって思うので、姿勢がいかにできてるかっていうのを問われるかなとは思いますね。今回はこれで終わります。ありがとうございました。